疫情之下复工，北京、上海开启半封城状态。皆様こんにちは、上海の岩さんです。すみません、今日は順番的に前回アップした上海が先頭になる後半の予定でしたけれども、気になるニュースがありましたのでちょっとこちらを優先しました。その気になるニュースというのがこちらです。疫情之下复工、北京、上海开启半封城状态。疫病流行のもと業務再開、北京と上海の半封鎖状態始まるということでした。これ何、半封鎖って何と、ちょっとびっくりしまして、で詳しく書かれている記事を探しましたら、こんな記事がありました。上海 1.3 万个小区封闭式管理，对在户没居住地和工作的人加强劝返。ということで、半封鎖とはどういうことかと言いますと、上海の1万3000の地区に封閉式管理をして、上海に住所と仕事がない人に対しては現住地に戻るよう勧告を強化ということでした。そこで今日はこれを翻訳して紹介してみたいと思いますが、先に簡単にまとめてみたいと思います。今上海で感染予防策としてこの封閉式管理というのを始めています。で、封閉式管理というのは小区と呼ばれるものに対して取られる措置なんですけれども、この小区は日本に全く同じものがないので、全く同じ意味の単語がないんですけれども、あえて言うとしたら住宅地区と言えると思います。この小区の特徴は、こういうふうな集合住宅が集まって、でさらに周りにこんな感じの壁でぐるりと囲われた状態になっています。そして何箇所かに出入り口があって、そこにそれぞれ守衛さんがいるのが特徴です。ここで具体的にはどういうことをやるかと言いますと、住宅地区に出入りする人数を厳しく制限、守衛の人員を強化、来訪者の受付を設定し、名前や身分証明書番号などを登録、温度測定を行う、温度に異常があれば報告して移送という内容です。私の店舗が入っているところでもこれが始まってまして、こんな様子です。実は私の店舗が入っている敷地内で感染者が出てしまいまして、そのせいなのか消毒室が一晩で作られてしまいまして、出入りする際には体ごと消毒されるような感じになりました。ここから消毒液が出てるらしいんですけれども、一応これが消毒室です。はい、以上が簡単なまとめです。それでは詳しく原文の中国記事を見てみましょう。上海 1.3 万个小区封闭式管理，对在户没居住地和工作的人加强劝返。1万3000の住宅地区を封閉式管理。上海に住所と仕事がない人に対して現住地に戻るよう勧告を強化。2月10日上午10点30分、在上海市疾控中心2号楼报告厅举行本市防控工作新闻发布会，邀请市防控工作领导小组办公室、交通组、地区组负责人出席并介绍情况。2月10日午前10時30分、上海疫病予防センターの2号棟2階講堂で上海市予防活動ニュース発表会が行われ、市の予防活動首脳部事務所を招き、交通グループ、地区グループの責任者が出席して状況を報告した。上海市民政局局長朱勤浩今日介紹、截至目前、全市 1.3 万个居住住宅小区、绝大部分已实现了封闭式管理、采取了出入口管理措施。上海市民政局局長朱勤浩は今日、現在までに全市1万3000の住宅地区のほとんどに封閉式管理を実現し、出入り口管理措置を取ったと紹介した。如严控小区出入口数量、加强门岗力量配备、做到人员进入必询问、必登记、必测温、对体温异常的则按照既定的全链条处置机制及时报告、及时移送。例、住宅地区に出入りする人数を厳格に制限する、守衛部隊配備を強化する、人が入る際の受付、登録、温度測定を必ず行う、体温が異常な場合規定の全連乗処置規制にのっとり直ちに報告して移送する。
上海市防控工作领导小组交通口岸组副组长、市交通委副主任杨晓希表示，对外交通民航方面，截止2月9日24点，上海两大机场一共有航班1.6万架次，铁路到达512万人次。上海市予防活動首脳部交通越境グループ副グループ長、市交通委員副主任楊少慶は、対外交通、民間交通方面で2月9日24時までに上海の2大空港合わせて延べ16,000便、鉄道で延べ512万人が到着したと表明した。2月7日到10日有返程小高峰，市内交通2月3日起部分复工，今天起逐步复工，今日日均客流地面公交100万人次左右。对在上海没有居住地、没有明确工作的人员，加强劝返力度，暂缓入户。2月7日から10日に小さな U ターンラッシュがあった。市内の交通は2月3日から一部のみ運行再開しており、本日より次第に運行再開する。本日の1日平均の利用者は地上交通が延べ100万人ぐらいだった。上海に住所がなく明確な仕事がない人に対して現住地に戻る勧告の程度を強め、上海入りを一時延長させた。防控方面，铁路强化体温检测、人员信息登记、车站消毒；机场方面加强体温筛查，对重点人员的管控，对环境卫生的整治；道口方面，关口前移严格查控。予防抑制方面では、鉄道での温度測定、人の情報登録、駅の消毒を強化した。空港方面では、温度のスクリーニング検査を強化し、重要な人員に対する取り締まり、環境衛生を行った。道路方面では、ゲートを前に移し、取り締まりを厳格にした。后续机场、铁路、道口等执行更严格的防控措施。通信管理局加强对入户人员推送健康信息登记以及劝返的相关信息，继续倡导错峰出行。続いて、空港、鉄道、道路などの厳格な予防抑制措置を執行し、通信管理局は上海に入った人に対して健康情報登記と現住地に戻ることを勧告することに関するインフォメーションを送信し、続いてラッシュを避けて出かけるよう提唱した。我觉得应该从出发地控制。